岡本喜道作半七捕物帳より薄雲の五番朗読その第一回第一章。ある日例のごとく半七老人を赤坂の家に訪ねると、老人はあたかも近所の御開所から帰ってきたところであった。あなたは碁がお好きですか？と私は聞いた。いいえ、別に好きというほどでもなく、いわゆる紙床将棋のお仲間ですがね。と半七老人は笑った。ご承知の通りの暇人で、体の始末に困っている。と言って毎日あてもなしにブラブラ出歩いてもいられないので、まあ暇つぶしに出かけるというだけのことですよ。それから糸を引いて碁や将棋の噂が出ると、話のうちに老人はこんなことを言い出した。あなたはご存知ですか？下や坂本の陽玉院という寺を。陽玉院と私は考えた。ああ、誰かの葬式で一度行ったことがあります。下屋の豊住町でしょう。そうです、そうです。豊住町というのは、明治以後にできた町名で、江戸時代には、五切手町と言ったのですが、普通には、下屋坂本と呼んでいました。本当の名は、金光山大覚寺というのですが、そう、対馬守の息女、陽玉院の法名を取って、陽玉院ということになりました。この寺に高尾の碁盤と将棋盤が残っているのをご存知ですか？知りません。吉原の三浦屋はこの寺の檀家であったそうで、その縁故で高尾の碁盤と将棋盤を収めたということになっています。高尾は初代といい二代目といい、確かなことは分かりませんが、ともかくも古いもので、私も一度見たことがあります。今でも寺の重機になっているはずですから、あなたなぞは一度ご覧になってもいいと思います。いや、その碁盤で思い出しましたが、ここにまた薄雲の碁盤というのがありました。それも陽玉院にあるんですか？違います。その碁盤は深川六軒堀のざくろ伊勢屋という質屋から出たのです。と老人は説明した。ところでその碁盤については怪談めいた由来話がつきまとっているのです。ご承知の通り、高尾と薄雲、これが昔から吉原の遊女の代表のように言われていますが、どちらも京町の三浦屋の抱えで、その薄雲は玉という一匹の猫を飼っていました。するとある時その猫が何かにじゃれて床の間に飛び上がったはずみに、そこに置いてある碁盤に爪を引っ掛けて横手の金巻絵に傷をつけました。もちろん大きな傷でもなく、薄雲も普段からその猫を可愛がっているので、別に叱りもしないで、そのままにしておきました。碁盤は金巻絵ですか？何しろその頃の花魁ですからね。その碁盤も私は見ましたが、すこぶる立派なものでした。生地は茅だそうですが、四方は黒の呂色で、それに桜と紅葉を金巻絵にしてある。その巻絵と生地へかけて小さい爪の跡が残っている。それが玉という猫の爪の跡だそうで、爪の跡がなかったらなおよかろうと思うと、そうでない。前にも申す通り、ここに一晩の物語ありというわけです。ある日のこと、薄雲が二階を降りて風呂場へ行くと、かの猫が後からついてきて離れない。
主人と一緒に風呂場へ入ろうとするのです。いくら可愛がっている猫でも猫を連れて風呂へ入るわけにはいかねえので、薄雲は叱って追い返そうとしても猫はなかなか立ち去らない。普段と違って凄まじい形相でうなりながら薄雲の後を追おうとする。これには持て余して人を呼ぶと、三浦屋の主人も奉公人も駆けてきて無理に猫を引き離そうとしたが、猫はどうしても離れない。こうなると猫は気が狂ったのか、さもなければ薄雲を見込んだのだろうということになって、主人は脇差しを持ってきて猫の細首を打ち落とすと、その首は風呂場へ飛び込みました。見ると風呂場の竹窓の間から一匹の大きい蛇が這い降りようとしている。猫の首はその蛇の喉に食らいついたので、蛇もたまらずどさりと落ちる。その頃の吉原は今と違って周囲に田んぼや草原が多いので、そんな大きな蛇がどこからか這い込んできたと見えます。猫はそれを知って主人を守ろうとしたのかと、人々も初めて悟ったが、もう遅い。薄雲はもちろん他の人々も猫の忠義を憐れんで、その死骸を近所の寺へ送って熱く弔ってやりました。その時に例の碁盤も一緒に添えてその寺へ納めたのだそうですが、それから100年ほど経って明和5年4月6日の大火で吉原黒谷内は全焼、その近所もだいぶ焼けました。猫を葬った寺もその火事で焼けて、それっきり再建しないので寺の名はよくわかりません。しかしどうして持ち出されたのか、その碁盤だけは無事に残っていて、それからそれへと神塚の手に渡った後に、深川六軒堀の座黒伊勢屋という質屋の蔵に収まっていました。この伊勢屋は古い店で、のれんに座黒を染め出してあるので普通に座黒伊勢屋。これにも由来があるのですが、あんまり長くなりますから略すことにして、ともかくもこの伊勢屋では先代の頃から薄雲の碁盤というのを持っていました。物好きに買ったのではなく、商売の質流れで自然に引き取ることになったのです。そこで養魚区にある高尾の碁盤と将棋盤、これは今日まで別帳なしに保存されているのですが、一方の薄雲の方は大いに別帳ありで、それがために私どもも一汗かくような事件が失態しました。ここまで話してきた以上、どうで聞き流しにする相手でないと覚悟しているらしく、老人は一息ついてまた話し続けた。質屋の蔵にネズミは禁物です。質に取った品は預かりもんですから、衣類にしろ書道具にしろ、ネズミにかじられたりすると面倒ですから、どこの店でもネズミの用心を怠りません。ところが不思議なことには、例の碁盤を預かって以来、伊勢屋の蔵にネズミというものがちっとも出なくなりました。碁盤には猫の爪の跡が残っているばかりでなく、おそらく猫の魂も残っているので、ネズミの眷属も恐れて近寄らねえのだろうという噂でした。昔はとかくにこんな怪談めいた噂が伝わったものです。またそういう因縁付きの品には不思議に何かの事件が付きまとうものです。お話は文久3年11月改めて申すまでもありませんが、その頃は幕末の騒がしい最中で、押し込みは流行る、辻斬りは流行する、付け火は流行る、将軍家は2月に上洛、
6月に寄付、12月には再び上洛の噂がある。猿若町の三芝居も遠慮の意味で吉例の顔見せ狂言を出さねえ。11月15日、今日は七五三の祝い日だというのに、江戸城の本丸から火事が出て、本丸と二の丸が焼ける。こんな始末で世間の人気は甚だ穏やかでありません。それにつけても私どもの仕事は忙しくなるばかりで、今になって考えるとよくもあんなに働けたと思うくらいです。その23日の朝のことでした。本所立川通り二つ目の橋のそばに屋敷を構えている650石取りの旗本、小栗正之助の表門前に若い女の生首が晒してありました。女は年頃22、3で、顔に薄あばたあるが、垢抜けのしたいい女。どう見ても素人らしくねえ人相。髪は散らしているので、どんな曲げに行っていたかはわかりません。その首は五番の上に乗せてありました。五番？薄雲の五番ですか？と私はすぐに聞き返した。そうです。例の薄雲の五番です。と老人はうなずいた。もちろんそれと知れたのは後のことで、その時はなんだかわからず、ただ立派な古い小判だと思っただけでしたが、何にしても女の長首を小判に乗せて武家の門前に晒しておくなら、未曾有の珍事で世間が驚くのも無理はありません。それについてまたいろいろの噂が立ちました。前にも申す通り、何分血生臭い世の中ですから、人間の首も今ほどには珍しく思われない。現にこの6月頃にも浪人の首二つが両国橋の際に晒されていたことがあります。しかし女の首は珍しい。そこでこの女も何か隠密のような役目を務めていたために、幕府方の者に殺されたか、上位組に斬られたか、二つに一つだろうという噂が一番有力でしたが、さてどこのものか一向にわかりません。迷惑したのは小栗家で、自分の屋敷の門前に据えてあったのですから、関わり合いは逃れられません。橋の上にでも晒してあったのならば格別、この屋敷の前に据えてあった以上、何かの因縁がありそうに思われても仕方がありません。小栗家でもひどく迷惑して、用人の淵野辺新八という人が私のところへかけてきて、一日も早くこの事件の正体を突き止めてくれという頼みです。用人が来たのは検死その他が済んだ後で、23日の夕方でした。用人の話によると、小栗の屋敷はどこまでも関わり合いで、女の首と小判とはひとまずその屋敷の菩提寺亀井戸の自作寺に預けることになったというのです。全く関係のないものならとんだ災難です。昔は武家に首はめでたいと言ったそうですが、古い言い伝えに元禄14年の正月元旦、永代橋際の大河内という屋敷の玄関に女の生首を置いていったものがある。屋敷中の者はみんなびっくりすると、主人は驚かず、たとえ女にせよ年の初めに人の首を得たというのは武家の吉兆であると祝って、その首の祠を立てたという話があります。昔の武家はそんなことを言ったかもしれませんが、後世になってはそうはいきません。でもね、人間の首なんぞを押し付けられちゃただただ迷惑に思うばかりです。私もそれを察していたので、自分の縄張り討ちではありませんが、
何とかしてやることになりました。言いかけて老人は笑った。こういうと大層男気があるようですが、これをうまく片付けてやれば屋敷から相当の礼をくれるに決まっている。時々こういう仕事もなけりゃ大勢の子分どもを抱えちゃいられませんよ。第2章。この年の冬は雨が少ないので、乾ききった江戸の町には寒い風が吹き続けた。その寒い風に吹きさらされながら、24日の朝から半七は子分の松吉を連れて亀戸の自作寺を訪ねた。小栗の屋敷の用人から頼まれてきたことを打ち明けると、寺でも粗略には扱わなかった。それはご苦労でござると早速に奥へ通して茶化などを進めた。問題の首は小さい白木の箱に収めて本堂の仏前に置かれてあった。碁盤も共に据えてあった。ただしその碁盤が名義の遺物であるかないか、またそれが深川のざくろ伊勢屋から出たものであるかないか、その当時の半七はまだ何にも知らなかったのである。二人は線香の煙の中からかの二品を持ち出して、縁側の明るいところでいちいちに改めた。用人はあくまでも無関係のように言っているが、そこに何かの秘密がないとは限らない。半七は住職に会っていろいろの質問を試みた後に、いずれまた参りますと挨拶して門前町の下土家道へ出た。いい安兵衛に風がちっとなぎましたねと松吉は言った。もう昼だ、そこらで飯でも食おう。半七は先に立って近所の小料理屋の2階に上がった。あつらえ物の来る間に松吉は小声で聞いた。親分、どうです見込みは。まだ見当がつかねえと半七はキセルを下に置いた。首だけでも大抵見当はつく。あの女は確かに堅気の素人じゃねえ。どこかで見たような顔だが、どうも思い出せねえ。いやあ、それですよと松吉も一膝乗り出した。実はあっしも見たことがあるように思うんですがね、親分もそう思いますか。二人の意見は一致したが、さてそれが何者であるかは容易に思い出せなかった。やがて女中が運んできた膳を前にして、二人は寒さしのぎに一杯飲み始めた。話の邪魔になる女中を遠ざけて松吉はまた言い出した。一体この一件は全く小栗の屋敷に関わり合いがねえんでしょうか。用人は何にも心当たりがねえと言っている。首になっている女の顔もかつて見たことがねえという。しかしそれが本当だかどうだかわからねえ。そこでこの一件はまず第一に小栗の屋敷に関わり合いがあるかないかを突き止めることと、もう一つはなぜあんな碁盤に首を乗せておいたかということを詮索しなければならねえ。小栗の主人はこう打つのでしょうか。俺もそれを考えたが、用人の話を聞いても住職の話を聞いても小栗の主人は碁も将棋も嫌いで、そんな勝負をした試しはねえというのだ。小栗家の主人正之助は31歳で、妻のお道との間に正太郎お梅の子供がある。正之助の弟銀之助は今年22歳で、深川もみくら前の大瀬喜十郎という200石取りの旗本屋敷へ養子にもらわれている。正之助と銀之助は兄弟仲も悪くない。現に五六日前にも訪ねてきて夕飯を食って
って帰ったと用人は話した。銀之助は碁を打つらしいが、それとても道楽というほどではないとのことであった。こうなると五番の方の手がかりはねえようだと半七は言った。もし小栗の屋敷にかかり合いがねえとすれば、どこへか持っていく途中何かの故障で小栗の屋敷の前に置き捨てていったと鑑定するのほかはねえ。五番は重い。その上に人間の首を乗せたのじゃ、おそらく一人で持ち運びはできめえ。一人は五番、一人は首。二人がかりで運んでいくには、よほどの資材がなければならねえが。そうすね、と松吉も首をかしげた。何しろ昼間から怒りを下ろしちゃいられねえ。早く出かけよう。早々に飯を食って二人はここを出た。風の止んだのを幸いに、亀戸の通りをぶらぶら来かかると天神橋のたもとで二人連れの女に出会った。女は柳橋芸者のお蝶と子さんである。芸者たちは半七らを見て会釈した。どこへ行く、天神様かい、と半七は笑いながら聞いた。明日はお約束で出られないもんですから、繰り上げて今日ご参詣に参りました、とお蝶も笑いながら答えた。半七は何か思い出したようにお蝶のそばへすり寄った。出し抜けに変なことを聞くようだが、お俊は相変わらず達者かい。あら、ご存じないんですか。お俊ちゃんはこの6月に引きましたよ。ちっとも知らなかった。誰にしかされてどこ行った？深川のザクロ伊勢屋の旦那に引かされて、愛王町一丁目に家を持っていますよ。愛王町一丁目、栄光院の近所だね。そうです。お俊は薄あばたがあったかね。いいえ。お蝶は子さんを帰り見ると彼女もうなずいた。お俊ちゃんは評判の器量よして、あばたなんかありませんわ。そうだな、と半七もうなずいた。芸者たちに分かれて歩き出すと、松吉は後を見返りながら言った。誰の目も違わねえもんで、あの女たちに会った時に足もふっと思い出しました。 A の女は柳橋のお俊に似ていると。だが今の話じゃお俊に薄あばたはねえという。同じ仲間が言うのだから間違いはありますめ。それを聞いてがっかりしやしたよ。俺も当てが外れちまった、と半七はため息をついた。あいつらの顔を見ると急にお俊を思い出して、これはしめたと思ったが、他人の空にでやっぱりいけねえ。柳橋を敷いてから放送したと言えば言うのだが、例の女の顔は昨日今日の放送の後じゃねえ。俺たちの商売に諦めは禁物だ。どうだ、帰り道だからエコイン前へ回って、お俊の様子をよそながら見届けようぜ。お俊は愛王町一丁目に住んでいるとすれば、小栗の屋敷から三四丁を隔てているに過ぎない。何者かがお俊の首をそこまで運んでいくということがないとは言えない。アバタがあろうがなかろうが、ともかくも一度は探索の必要があると半七は思った。松吉は気のないような顔をして親分の後についてきた。エコイン前、エコイン前、と半七は独り言のように繰り返した。吉良の屋敷跡の松坂町を横に見て、一つ目の足際へ行き着いて、愛生町一丁目のお俊の家を訪ねると、それは竹本駒吉という義太夫の女師匠の隣であると教えてくれたものがあった。お俊だけに義太夫の師匠の隣に住んでいるのか。それじゃあ、立川でなくって
って堀川だ。と半七は笑った。しかし二人は笑っていられなかった。訪ねるお春の家はいつか空き家になって、貸し屋の札が斜めに貼られてあった。よう、おきどのど。と松吉は目を丸くした。隣で聞いてみろ。松吉は義太夫の師匠の格子を開けて何かしばらく話していたようであったが、やがてせわしそうに出てきた。親分、お春のうちは昨日急に所帯を畳んでどこへか引っ越してしまったそうです。知らねえ人が来て書道具をどしどし片付けて近所へ挨拶もしねえで立ち去ったので、近所でも不思議に思ってるということです。ちっと変ですね。引っ越しの時におしゅんは顔を見せねえのか？と半七は聞いた。出し抜けにバタバタ片付けに来たので、近所隣でもよくわからねえのですが、どうもおしゅんの姿は見えなかったらしいということです。ここらで例の首を見たものはねえかと、念のために聞いてみると、その噂を聞いて五六人駆けつけたが、気味が悪いので誰もはっきりとは見届けずに帰ってきた。何しろ薄あばたがあるというのじゃ、おしゅんとは違っているというのです。近所へ挨拶はしねえでも、家主には断っていったろう。家主はどこだ？二丁目の住屋という酒屋だそうですから、そこ行って聞きましょう。二人はさらに愛生町二丁目の酒屋を訪ねると、帳場にいる番頭は答えた。おしゅんさんのうちでは二三日前から引っ越すという話はありました。そこで昨日の朝、知らない男の人が来て、これから引っ越すと断って、家賃や酒の代もみんなきれいに払っていきましたから、私の方でも別に詮議もしませんでした。引っ越し先は浅草の駒方だということでした。おしゅんは柳橋の芸者だったというが、と半七は聞いた。その棚受け人は誰ですね？おしゅんさんの旦那は深川のざくろ伊勢屋だそうで、棚受けはその番頭の金兵衛という人でした。おしゅんさんというのはどんな女でした？商売人上がりだけに誰にも愛嬌を振りまいて、近所の評判も悪くなかったようです。私どもの店へ寄って時々に話していくこともありましたが、ひどくネズミが嫌いな人で、あの家には悪いネズミが出て困るなどと言っていました。おしゅんとネズミとそれを結びつけて考えても、差し当たりいい知恵が出そうもないので、他に二三の噂話を聞いた後、半七らは、炭屋の小僧に案内させて、おしゅんの空き家を一応改めたが、ここには何の獲物もなかった。第三章。ざくろ伊勢屋の亭主は船遊びが好きで、おしゅんが柳鉢にいる頃から一緒に大川へ出たことがあるそうだと、住屋の番頭が何も心なく喋ったなあ、天の与えだ。と半七は歩きながら言った。これから柳鉢へ行って、船宿を調べてみよう。案外の掘り出し物があるかもしれねえ。だが親分、例の首はおしゅんじゃなさそうですぜ。誰に聞いてもおしゅんにアバタはねえと言いますから。そりゃあそうだが、まあもう少し俺に付き合ってくれ。無理に松吉を引きずって半七はさらに柳橋の船宿を訪ねた。ここらの船宿は大抵知っているので、その一件について聞き合わせると、ざくろ伊勢屋が馴染みの船宿は三州屋であるとすぐに分かった。三州屋の店の前には、長番店を着た若い船頭が犬にからかっていた。おい、よしね。と半七は笑いながら声をかけた。いい若え者が、酒屋の御用じゃあるめえし、犬っころ相手にひなたぼっこは面白くねえぜ。
半七の顔を見て徳次という船頭は笑いながら挨拶した。いいお天気だが寒うござんす。まあ親分、お上がんなさい。いや、上がるまでもね、ちょいっと店先で聞きてえことがあると半七は店に腰をかけた。おかみさんは留守かい？ええ、ちょっと出まして。徳次は女中に指図して火鉢や茶を運ばせた。宅発送が来かかってここの店先で鐘をたたいて去る間、半七らは黙って茶を飲んでいた。隣の2階では昼間から羽歌の声が聞こえた。そこで早速だが、六軒堀の伊勢屋はこの頃も出かけてくるかい？と半七は聞いた。お俊さんと時々に見えます。この間も枯れのみだと言って上手までお供をしましたが、いやどうも寒いことで。枯れのみなんていうのは今時流行りませんね。雪見だってだんだんに少なくなりましたよ。と徳次は笑った。通人が少なくなったのだろう。と半七も笑った。おめえなら知ってるだろうが、伊勢屋にひいきの相撲があるかい？ありますよ。万力甚五郎で。万力甚五郎、二段目だな。大層力があるそうだ。力がありますね。全くの万力で。近いうちに幕へ入るでしょう。と徳次は自分のひいき相撲のように褒め立てた。伊勢屋の旦那は万力に大変力を入れて、本場所はもちろんですが、深川で花相撲のある時なんぞも毎日見物に出かけて大騒ぎ。万力もいい旦那を持って幸せだとみんなに羨まれてますよ。伊勢屋の他に抱え屋敷はねえのか？十万石の抱え屋敷があったのですが、かわいそうにお出入りを止められてしまって、今じゃ伊勢屋が第一の旦那場です。万力が抱え屋敷をしくじったのもまあ伊勢屋のためですから、伊勢屋もなおさら万力の世話をしてやらなければならない義理もあるというわけで。今年の3月、伊勢屋の亭主吉兵衛は万力を連れて三州屋へ来たが、花見時ではあり天気はいいので大抵の芸者は皆出払って、おなじみのお俊も家にいなかった。しかし前からの約束でもないので、吉兵衛はそれをかれこれ言うほどの野暮でもなかった。他の芸者二人と万力とを連れて屋根船を特地に漕がせて大川を登った。向こう島から土手へ上がって、今が花盛りの桜を一日見物して、日の暮れる頃に漕ぎ戻ってくると、あいにくに桟橋の際には2、3艘の船が落ち合って、伊勢屋の船をつけることができない。船頭同士が声を掛け合って、伊勢屋の一行は前の船の友を渡って行くことになった。吉兵衛と芸者二人は挨拶して先に渡ったが、最後に出た万力甚五郎は船の中も横目で見ただけで、何の挨拶もせずに渡り過ぎようとした。その船には二人の侍と一人の芸者が乗っていたが、花見帰りであるから皆酔っていたらしく、侍の一人は声をかけて挨拶をしていけと言った。それでも万力は知らん顔をして行き過ぎて、今や桟橋へと足を踏みかけた途端に、一人の侍はつと寄ってきて万力の腰の刀を鞘ぐるみ引き抜いた。そうして自分の船の船頭に向かって、早く出せと怒鳴った。怒鳴られて船頭は竿を取った。混み合っている中であるから、思うように竿を張ることはできなかったが、それでも一軒ほどは横に開いたので、桟橋に取り残された万力はあっと驚いた。
腰のものを取られたからである。武士はもちろん、力士が腰のものを取られるのも決して名誉のことではなかったが、さらに万力を驚かしたのは、その刀は十万石の抱え屋敷からの拝領の品であった。それを失っては屋敷へ出入りすることができなくなる。それを思うと万力は顔の色を変えてうろたえた。はらっと言ってももう及ばない。相手の船は一軒余りも開いてしまったので、代表肥満の彼は身を躍らせて飛び込むことはできない。彼は実に途方に暮れた。その騒ぎに吉兵衛も後戻りをしてきたが、これもどうすることもできない。こうなったら謝るのほかはないので、吉兵衛は早く謝れと万力に注意して、自分も口を添えて詫びた。万力も幾度か頭を下げて平謝りに謝った。こっちの弱みにつけ込んで、相手はこの刀を大川に投げ込むぞと脅した。投げ込まれては大変であるから、万力はほとんど泣かぬばかりに弱りきって、結局は桟橋に両手をついて謝った。仮にも天下の力士たる者に両手をついて謝らせて、相手も胸が晴れたのであろう。刀は船頭の手から無事に戻された。吉兵衛はその船頭に相当の祝儀をやって別れた。まあそういうわけで、と徳次は話し続けた。私もそばに見ていたのですが、相手がお武家だからどうすることもできません。相撲取りの腰に刺しているのだから、大方屋敷の拝領者だろうと見当をつけて、手っ取り早くひったくってしまうなんて、なかなか喧嘩慣れているのだからかないません。だが万力というやつも愛嬌がねえ。なぜ最初に挨拶をしなかったのだ。それじゃあ怒られても仕方があるめえ、と松吉が口を入れた。それがね、松さん、と徳次はさらに説明した。万力も礼儀も知らねえ男じゃねえのだが、ちょいっと面白くねえことがあって。というのは、伊勢屋の旦那のおなじみのお染がその客の船に乗り合わせていたので、そりゃ芸者家業をしている以上はどんな客と一緒に乗っていようと別に不思議はねえ理屈ですが、万力にしてみると自分の旦那のなじみの女が他の客の船に乗っている、それがなんだか尺に触ったので、もちろん尺に触る方が悪いのだが、根が正直で一本気の男だから、つい尺に触って不愛想になったようなわけで、当人だってまさかにこんなことになろうとは思わなかったのでしょう。何しろ相手の素早いのには驚きましたよ。こっぱたもとの道楽者にはそれっからしが多いから、うっかり油断はできねえ、と半七は笑った。それでもまあ無事に済んでよかった。ところが無事に済まねえんで、と徳次は顔をしかめた。そこはまあそれで収まったのですが、その一件がいつか屋敷の耳に入って、天下の力士が拝領の刀を取られて桟橋に両手をついて謝った謎とは抱え屋敷の面目に関わるというので、万力はとうとう出入りを止められてしまいました。そうなると伊勢屋の旦那も自分が花見に連れ出してこんなことが失態したというので、今までよりも余計に万力の世話をしてやるようになったのです。伊勢屋は古い店で心象もなかなかいいそうですから、その後ろ盾がついていりゃ万力も困ることはないでしょうが、抱え屋敷をしくじっちゃ仲間に対して幅が利かねえ。それを思うと一概に羨ましいとばかりも言われません。当人は腹で泣いているかもしれませんよ。そうだろうな、と半七もため息をついた。そうしてその相手の二人侍は
何者だかわからねえのか。一人は本所のお旅所の近所に屋敷を持っている平井善九郎というお旗本ですが、連れの一人はわかりません。刀を知ったくったのは平井さんでなく、お連れのお武家の方でしたが、年は21、22で小粋な人柄でした。まあ、持参難の道楽者でしょうね。お俊はその平井という侍とも馴染みなのか？別に深い馴染みというのでもありませんが、まんざら知らねえお客でもねえそうです。何しろそんな船に乗り合わせていたお俊も災難で、本人のしたことじゃありませんが、自然に伊勢屋の旦那のご機嫌を損じるような羽目になって、その当座はちょっともつれたようでしたが、芸者をさせておけばこそこんなことにもなるのだというので、この6月急にお俊を引かせる話になりました。お俊としてみれば災難が帰って幸せになったかもしれません。今じゃ川向こうの一つ目に囲われて気楽に暮らしているようです。お俊に薄あばたはなかったかね。あの下土地でも器量よしの方で、あばたなんざありませんよと徳次は打ち消すように答えた。松吉は再び失望したように半七の顔を見た。第4章。親分どうしますねと三州屋を出ると松吉は聞いた。今日ももう8、午後2時過ぎで寒い風がまた吹き出してきた。強情なようだが俺はまだ思い切れねえと半七は考えながら言った。殺されたのはお俊で、殺したのは万力だ。御番はお俊のうちにあったのでしょうか。まあそうだろうね。伊勢屋は古い質屋だから、流れ物か何かでいい品を持っていて、それをお俊の家へ持ち込んでいたのだろう。寒いのにご苦労だが、これから六軒堀へ行って伊勢屋の様子を探ってきてくれ。よがす。橋の上で松吉に別れて半七はひとまず神田の家へ帰った。いつの世でも探索に従事する者は皆そうであるが、状況証拠と物的証拠のほかに自分の判断力を働かせなければならない。茶の間の流し鉢の前に座って半七は今日の獲物を胸の内に並べてみた。アバタの有無などに拘泥するのは素人である。加害者は万力、被害者はお俊、この推定はどうしても動かないと彼は思った。木枯らしは夜通し吹き続けて、明くる朝は下町も一面に凍っていた。その5つ、午前8時ごろに松吉は寒そうな顔を見せた。なるほど、親分の目は高え。やっぱりお俊らしゅうござんすよ。何しろあの五番は伊勢屋から出たものに相違ありません。近所の道商兵衛の者に聞いてみると、ザクロ伊勢屋には先代から薄雲の五番というものがあるそうです。その五番には猫の魂が宿っていて、それを置くとネズミが出ないというので。そうか、わかったと半七はうなずいた。酒屋の番頭の話じゃ、お俊はネズミが出いきれいで、あの菓子屋にネズミが出て困ると言っていたそうだ。そのネズミよけのまじないに伊勢屋から薄雲の五番を持ち込んだのだろう。そこで伊勢屋の主人というのはどういうやつだ。伊勢屋の吉兵衛は40ぐらいで、女房のおかめは35。夫婦の間に子供はありません。あんまり万力を可愛がっているので、今に万力を養子にするのじゃねえかと近所じゃ言っていますが、まさかにそうもなりますめ。万力は21で男もよし、力もあり、人間も正直でおとなしいから今に出世をするだろうと
世間じゃもっぱら噂をしています。その万力がどうして旦那の妾を殺したのでしょうかね。それについて昨夜もいろいろ考えたんだが、この一件は小栗の屋敷の次男坊にかかり合いがあるらしいと半七は自信があるように微笑んだ。小栗の次男は銀之助、今年22で深川もみ蔵前の大瀬喜十郎という旗本屋敷へ養子に行っているという。これが平井という旗本の遊び友達で、例の花見の一件の時に万力の刀をひったくったのはその仕業だろうと思う。これが多分お俊に関わり合いがあって、万力は旦那への忠義と自分の遺恨とでお俊の首を五番に乗せてわざと本家の小栗の屋敷の前にさらしておいたのだろう。そんなら銀之助も一緒にばらしそうなものっすがね。ばらすつもりであったのを子孫じたのか、何か他に子細があったのか、どっちにしても万力の仕業にそうやるめ。しかし相手は天下の力士だ。確かな証拠を挙げた上でなけりゃむやみに御用の声はかけられねえ。おめえはもう一つ働いて銀之助の方を調べてくれ。万力の脇差しを取ったのは確かに銀之助か、またその銀之助がお俊の家へ出入りしていたかどうだか、それをよく洗い上げるのだ。わかりました。じゃあすぐに行ってきます。松吉は受け合って出て行った。一足遅れて半七も家を出て本所の小栗の屋敷に用人の淵延新八を訪ねた。そうして大瀬の屋敷へ養子に行っている銀之助の行状を再び詮議すると、相手が主人の弟であるから用人も最初は何かと取り繕っていたが、半七が相当に詳しいことを探っているらしい口ぶりに脅されて迷惑そうにだんだん打ち明けた。それによると銀之助はかなりの放蕩者で、養家の両親と折り合わず、あるいは不縁になりはしまいかと内々心配しているとのことであった。ただしお俊という女と関係があるかないか、そんなことは一切知らないと用人は言った。深川のお屋敷へはいつからご養子においでになったのですと半七は聞いた。去年の秋からですと用人は答えた。まあ一年は客分のような形で、それから表向きの披露をすることになっていました。そこで無事に行けばこの10月にはいよいよ披露をするはずだったのですが、どうも養子親との折り合いが良くないのでまだそのままになっているような次第で、したがってまた世間では大瀬の屋敷へ行ったことを知らないで、いまだにこの屋敷にいるものと思っている人もあるそうです。万力もその一人かもしれないと半七は思った。しかしうかつなことを言い出してここで用人らを騒がせるのはよくないので、半七は何にも言わずに帰った。その帰り道に半七はふと思いついて相生町一丁目の竹本小牧地を訪ねた。お俊の家の隣である。格子を開けると25、6の女師匠が出てきた。相手は女であるからいっそ正直に調べた方が面倒でないと思って、半七は御用で来たことを言い聞かせると、小牧地は丁寧に家へ障子入れた。お稽古の邪魔じゃねえか。いいえ、誰も来ていやしませんと小牧地は急いで茶を入れる支度にかかった。もう構わねえがいい、遊びに来たんじゃねえと半七はすぐに用談に取りかかった。実は隣のお俊の一件だが、あの女の旦那は深川のざくろ伊勢屋だね。そうです。伊勢屋は始終来るのかい？ちょいちょい見るようでした。
旦那のほかに誰か来やしねえか、若え男でも。小牧吉は少し躊躇したが、半七の前で隠すこともできないらしく、正直に話した。ええ、時々に若い男の人が、お武家さんのようでした。泊まって行くようなこともあったかい？泊まることはなかったようですが、いつも一人で来て、四つ過ぎまで遊んでいたようです。女中の話では、何でも深川の方の人だということでした。女中は何というのだね。女中はお直さんといって十一八のおとなしい人でした。うちはやっぱり深川で大島町だとか言っていました。昨日お引越しをするときにお直もいたかい？お直さんは見えなかったようです。後で聞くと、もう前の日あたりに暇を取って出て行ってしまったらしいということでした。そうすると一昨日の晩はお俊一人で寝ていたわけだね。そうかもしれません。日の暮れる頃にどこへか出て行って、夜の更けた頃に帰ってきたようです。私はもう寝ていましたからよくは存じませんが、格子を開ける音がしましたから、その時に帰ってきたんだろうと思っていました。格子を開けて帰ってきてまた出て行ったような様子はなかったかね。さあ、と小牧吉は考えていた。今も申す通り、私はもう寝ていましたので、半分は夢うつつで帰ってきたらしい様子は知っていましたが、また出て行ったかどうだか、そこまでは覚えておりません。時々遊びに来るという若い御家について、半七はさらに詮議を始めた。その武家というのは、お旬の色だろうね。そうかもしれません、と小牧吉は笑っていた。見たところ水な道楽肌の人でしたから。相撲取りで出入りをするものはなかったかね。伊勢屋の旦那が大層ごひいきだそうで、万力というお相撲さんが来ることがありました。万力は一人で来ることもあったかい？一人で来たことはないようです。大抵は旦那と一緒のようでした。いや、ありがとう。わからねえことがあったらまた聞きに来るとして、今日はこれで帰るとしよう。来ようとは言いながら稽古場へ来て邪魔をしてすまなかった。これは少しだが、おしろいでも買っつくんねえ。辞退する小牧吉にいくらかのおしろい代を渡して、半七はここを出た。相変わらずの寒い風に吹かれながら、恵光院前へ来かかると、半七は呼び出しの三太に会った。言うまでもなく、この当時の大相撲、すなわち勧進相撲は、春場所と冬場所の二回で、冬場所は10月の末頃から11月にかけて、晴天10日の興行と決まっていた。その冬場所が終わった後で、呼び出しのサンタは江戸に遊んでいるらしかった。彼は半七を見て挨拶した。親分、おさむございます。冬場所は大層景気が良かったそうだね。世間が騒々しいのでどうだかと案じていましたが、おかげでまあ繁盛でした。いいところでお目にあった。少し聞きてえことがある。恵光院の境内へサンタを連れ込んで、半七は万力甚五郎の詮議を始めた。第五章。日の暮れる頃に松吉は帰ってきたが、その報告は小栗の用人の話に符合していた。大瀬の屋敷の養子銀之助は、その当時の旗本の持参難にありがちの放蕩者で、近所の評判も良くない。平井善九郎その他5、6人の遊び友達と連れ立って処方を押し回している。万力の刀を取り上げたのも銀之助の仕業で、天下の力士に両手をついて謝らせたと彼は自慢そうに吹聴していた。その一件の当時、その船に乗り合わせていたのは
確かにおしゅんであったが、彼女が伊勢屋に引かされた後、銀之助がその正宅へ出入りしていたかどうかはよくわからないというのであった。しかも以上の探索で半七の腹は決まったので、その翌朝八丁堀同心熊谷八十八の屋敷に行って異彩の事情を申し立てた。その許可を得て彼はすぐに深川の北六軒堀へ出向いて、ざくろ伊勢屋の主人吉兵衛を番屋へ呼び出した。それと同時に本所恵光院門前に住む二段目相撲万力甚五郎の宅を改めると、家財をそのままにして万力は駆け落ちしたというのである。その台所の床下から首のない女の死骸が現れた。まずこんなわけで、これだけお話をすればもう大抵お分かりでしょう、と半七老人は言った。女の生首を五番に乗せて武家屋敷の門前に晒しておく。事件はすこぶる珍しいのですが、その事情は案外に単純で、別に講釈をするほどのことはありません。それでも私たちにはわからないことがいろいろあります、と私はまだ手帳を広げていた。そこで伊勢屋の主人を調べたら、どんなことを申し立てたんです？さすがは大家の主人だけに、何もかも正直にはきはきと答えました。万力は抱え屋敷に申し訳ないと言って腹を切ろうとまで覚悟したのを、吉兵衛がいろいろになだめて、まあ無事に済ませたのだそうです。それからお春を引いて本所に所帯を持たせ、いわゆる囲い物にして吉兵衛が世話をしていました。前にも申す通り、お春はネズミが大嫌い。その本所の家にネズミが出て困るというので、例の五番を持ち込んだのですが、吉兵衛の話では不思議にネズミが出なくなったということです。それで小半年は何事もなかったのですが、11月頃になって、お春はしきりにどこへか引っ越したいという。そこで浅草の駒方の方に借家を探して、11月23日には引っ越すはずになったので、例の五番は一旦伊勢屋へ返すことになりました。その前の日の22日の朝、万力が伊勢屋へ来た時にその話を聞いて、それじゃあ足が取ってきましょうと言って気軽に出て行きました。万力はそれぎり帰って来なかったが、明くる23日は引っ越しの当日なので、伊勢屋から手伝いの人を出してやると、一つ目の橋の際に万力が待っていて、お春さんはもう駒方へ行っているから構わずに道具を運び出してくれと言って、自分はどこへか立ち去ってしまいました。何にも知らない手伝いの連中は家主の酒屋に断って、お春の家財をどしどし積み出して駒方の引っ越し先へ送り込むと、ここにもお春は来ていない。まるで狐に化かされたような始末です。昼過ぎになってもお春の姿が見えないので、手伝いの連中も待ちくたびれて深川の伊勢屋へ知らせに行きました。これは23日の7つ、午後4時近い頃で、もうその頃には小栗の屋敷の噂が深川へも響いていました。そこで吉兵衛ははっと思ったが、もう遅い。万力はやはり姿を見せないので、何が何やらわからない。うかつに立ち騒いでは外聞にもかかわらぬので、密かに胸を痛めながら吉兵衛はぼんやりと2、3日を暮らしていた。
その他のことは何にも知らないというのです。こう言うとひどく手ぬるいようですが、曹洞の大家では世間の怪聞というものを気にかけます。ことにそれが妾の一件だなぞというと、なおさら世間体を気遣うので、伊勢屋の主人もどうしていいか途方に暮れて、まあ黙って成り行きを伺っていたのでしょう。こうなると主人の吉兵衛に咎はないわけで、ひとまず自分の家へ下げてやりました。下手人はやはり万力ですね。万力は野州鹿沼財のもので、それから江戸を立ち退いて、故郷のおじや兄にいとま恋をした上で、蓮行寺という菩提寺に参詣し、家代々の墓の前で切腹しました。人殺しの罪は逃れられないとは言いながら、年は若し、出世の見込みのある相撲をこんなことで殺すのはかわいそうでした。万力のおうちの陣右衛門は本人の遺言だというので、その書き置きを持って江戸へ出て、深川の伊勢屋へ訪ねてきました。万力が陣右衛門に打ち明けたところによると、22日に本所の家へ御番を受け取りに行くと、お俊はもう引っ越しの荷造りをしていたが、女中のお直の姿は見えない。お直さんはどうしたと聞くと、もう暇を出したという。お直さんがいては邪魔になるからだろうと、万力は皮肉らしく言うと、お俊は何にも返事をしなかったそうです。その場は無事に御番を受け取って帰ったのですが、それから自分の家へ一旦帰って、その御番を床の間に置いてしばらくじっと眺めているうちに、急にムラムラと殺気を生じて、お俊の首を御番の上へ乗せてみたくなったそうです。御番の猫がたたったんですかね。たたったのかどうかは知りませんが、急に殺す気になったのだそうです。もちろん万力がお俊を狙っていたのは、今日に始まったことではないのです。と老人は説明した。お俊が旦那の目を盗んで、小栗の次男銀之助を引きずり込んでいることを、近所に住んでいるだけに万力はもう知っていました。お俊が駒形へ引っ越すと言い出したのも、万力に睨まれているのがうるさいからでした。万力は正直者ですから、お俊が旦那の目をかすめて不埒を働いているのを、けしからぬやつだと睨んでいました。ことにその不埒の相手が小栗の金之助で、こいつのために抱え屋敷をしくじっているのですから、万力にとっちゃ仇も同様、いよいよ我慢ができねえのは無理もありません。そこで旦那の吉兵衛に向かって万力は内々注意したのですが、あくまでもお俊に迷っている吉兵衛は取り合わねえ。そればかりでなく、この頃は万力を少しく疎んじるような景色も見える。それもおそらくお俊の残言に相違ないと、万力はますますお俊を憎むようになりました。もう一つ、吉兵衛は子供のないのを言い立てに、女房のおかめを里へ戻して、お俊を深川の本宅へ引き入れるような噂がある。そんなことになれば、女房の里方の不処口はもちろん、親類たちからも故障が出て、伊勢屋の店にお家騒動が起こるのは見えすいている。忠義の万力としては、これも我慢のできないことです。それやこれやを考えると、万力はどうしてもお俊をそのままにしておくことはできないと、密かに覚悟を決めていました。どうせお俊を殺すならば、敵の銀之助も一緒に殺したいと思って、万力はその出入りを伺っていたのですが、あいにくいい機会がない。そんな屈託があるためか、この冬場所の万力は白星4つ、
黒星6つという負け越しで大いに器量を下げました。そんなことで気を腐らしているところへおしゅんの引っ越し一件が出退したので、駒形へ引っ越すのは自分の近所を離れて自由に銀之助を引き入れる了見だろう。おなおに暇を出したのも伊勢屋の方から回してきた女中では何かにつけて気が置けるためだろう。そう思うと万力はますます腹が立ちました。その矢先に例の五番を見て、万力は急に殺気を帯びて、猫の魂が乗り移ったというわけでもねえでしょうが、もう銀之助などはどうでもいい、今夜のうちにおしゅんを殺してしまおうと断然決心して、日の暮れる頃から相生町一丁目へ出かけて、おしゅんのうちのあたりを徘徊していると、どこへ行くつもりかおしゅんは頭巾をかぶって出てきました。これ幸いと声をかけて、旦那は深川の平瀬に来ているので、私がお前さんを迎えに来たという。おしゅんも万力に対しては内々用心していたのでしょうが、そこが運の月というのでしょう。うっかり騙されて一つ目の橋の上まで来ると、人通りのねえのを見すまして、万力は不意におしゅんの喉を締めました。相撲の力で締められちゃたまりません。おしゅんは半死半生でぐったりとなったのを万力は背中に背負って恵光院前の自宅へ帰りました。万力は男所帯で、家には黒松という取り敵がいるだけです。その黒松に手伝わせておしゅんの首を切り落とし、死骸は床下に埋めました。これでまずおしゅんは片付けてしまいましたが、もしや銀之助が泊まりにでも来ているかと、万力は夜更けにおしゅんの家へ忍び込みましたが、誰もいないので虚しく引っ返しました。隣の駒吉が格子の音を聞いたのはこの時でしょう。それからおしゅんの切り首を風呂敷に包んで万力が引っ抱え、五番を黒松に持たせて再び自分の家を忍んで出ました。最初は銀之助の屋敷の前へ置いてくるつもりで深川のもみ蔵前まで行ったのですが、その屋敷はたった一度見ただけで、しかも闇の晩なので同じような屋敷が幾軒も並んでいると、どれが大瀬の屋敷だかわからなくなってしまいました。迂闊に角違いをしては他人の迷惑になると思ったので、万力はまたしっかりして本所へ行って小栗の屋敷の前に置いてきたというわけで、まあ次男の恨みを本家に報いた形です。悪い弟を思ったために本家はとんだ迷惑、思えば気の毒でした。そうすると黒松という弟子も共犯ですね。師匠の指図で嫌とも言えなかったのでしょう。万力はいくらかの金を持たせて、夜の明けねえうちに黒松を逃がしてやりました。黒松の故郷は遠州掛川在ですから、念のために問い合わせましたが、そこにも姿を見せない、多分上方へでも行ったのだろうということで、とうとう行方知れずになってしまいました。黒松なんざ名も知れない取り敵ですから、別に問題にもなりませんが、万力は二段目の売り出しですから、この噂が伝わると世間では驚きました。銀之助に対する恨みが混じっているとは言いながら、万力がおしゅんを殺したのは我が身の欲でもなく色恋でもなく、旦那に対する忠義の心から出たことですから、自然に世間の同情も集まるというわけでした。この前年、すなわち文久2年の4月にも相撲の人殺しがありました。これは不動山としんがりの二人が同じ力士の小柳平助を切り殺して自首した一件で、その噂の消えないうちにまたもや万力の事件が出退したので、いよいよその噂が高くなったのでした。
そこで問題のアバタはどういうことになりました？前にも申す通り、私どもの商売には勘が働きますと老人は笑った。その中にはとんだ勘違いもあるのですが、この時はうまく働きました。アバタがなかろうがあろうが、女はどうしてもおしゅんらしいと私は最初から睨んでいましたが、やっぱりそうでした。おしゅんには薄アバタがあったのですが、それをおしろいで上手に塗り隠していたのです。後で聞くと、おしゅんは身だしなみのいい女で、朝は暗いうちにお化粧を済ませて自分の素顔を人に見せたことがなかったと言いますから、そのアバタを隠すためには本人もよほど苦心していたと見えます。殺された晩にももちろんお化粧をしていたのでしょうが、万力が顔の血でも洗ったために初めて生地が現れたのではないかと察せられます。せっかく隠していたアバタの顔を死んだ後にさらされちゃ、おしゅんも残念であったかもしれません。お家騒動を起こすつもりであったかどうだか、万力の片口ばかりではわかりません。しかしそれぐらいのことはしかねない女だという評判もありました。最後に残ったのは例の五番の一条である。それについて半七老人はこう語った。五番は伊勢屋へ戻されましたが、いくら薄雲の由来付きでももうこうなっちゃどうにもなりません。伊勢屋じゃそれを菩提寺へ送って大勢の盆さんにお経を読ませて寺の庭で焼き捨ててしまったそうです。その煙の中から女の首をくわえた猫が現れたなぞと、本当らしく吹聴するものもありましたが、これは与太に決まっています。銀之助はその年の暮れに本家へ帰りました。そうしてブラブラしているうちに慶応四年の上野の戦争、下屋のあたりで死にました。と言っても将棋団に加わったわけじゃない。町人の封をして手ぬぐいをかぶって戦争見物に出かけると、流れ玉に当たって道端で往生。いかにもこの男らしい最後でした。岡本喜堂作半七捕物帳より、薄雲の五番、全文読み切り。岡本喜堂作半七捕物帳より、二人女房、朗読その第一回、第一章、四月半ばの土曜日の宵である。どうです、明日の天気は、と半七老人は聞いた。じっと曇っているようです、と私は答えた。花時はどうも困ります、と老人は眉を寄せた。それでもあなた方はお花見にお出かけでしょう。降りさえしなければ出かけようかと思っています。どちらへ？小金井です。はあ、小金井、汽車は随分混むそうですね。ことに明日は日曜ですから思いやられます。それでも当節は汽車の便利があるから楽に日帰りができます。昔は新宿から淀橋、中野、高円寺、馬橋、荻窪、小園井、牧屋横丁、石橋、吉祥寺、関前、これが江戸から小金井へ行く近道ということになっていましたが、歩いてみるとなかなか遠い。ここで一日ゆっくりお花見をするとどうしても一泊しなければならない。小金井橋のあたりに2、3軒の料理屋があって、それが旅籠兼業ですから大抵はそこに泊めてもらうことになるのですが、
料理屋といっても田舎茶屋で、江戸から行ったものには随分難儀でした。あなたもお出になったことがあるんですね。ありますよ、と老人は笑った。小金井の桜のいいことはかねて聞いていましたが、今も申す通り何分道中が長いのでつい出遅れていましたが、忘れもしねえ嘉永2年浅草の玄空寺で万髄院長兵衛の300回忌の法事があった年でした。長兵衛の法事は4月の13日でしたが、この3月の19日に古文の幸次郎と善八を連れて初めて小金井へ遠出を試みたというわけです。武家ならば陣笠でもかぶって馬上の遠乗りというところですが、我々町人はそうはいかねえ。茶飯を履いて、草履を履いて、今日でいう遠足のこしらえで、三人は早朝から山の手へ登って新宿、ヨドバシ、中野と道順を追って勝ち歩きです。旧暦の3月ですから、日中は少し暖かすぎるくらいでした。今から思うと昔の人間は万事が悠長だったのですね。途中の茶店などに幾度か休んで、のんきにまたぶらぶら歩いていく。それを歩容と心得ていたのですよ。しかしそれが本当の歩容でしょう。今日のように汽車に乗るにも、気違いのような騒ぎじゃ、遊びに行くのか苦しみに行くのかわかりません。どう考えても本当の花見は昔のことでしょうね。そこでその時には別に変わったお話もありませんでしたか？ありましたよ、と老人はまた笑った。犬も歩けば棒に当たると言いますが、私どもが出歩くと不思議に何かにぶつかるのですね。その時も小金井までは道中無事、小金井橋の近所で汁飯を食って、そこらの花をゆっくり見物して、ここでお泊まりにしてしまえばまあ無事だったわけですが、どうせ泊まるなら府中の宿まで乗そうということになって、いずれも足の達者な奴らが揃っているので、畑の間の道を縫って甲州街道へ出て、小金井からおよそ1里半府中の宿へ行き着いて、宿の中ほどの柏屋という宿屋に入りました。まだ日が高えので六所明神へ参詣ということになりました。神祭りで有名の六所明神、ここへ来た以上は一度参詣をしなければならないというわけです。あなたはお参りをなすったことがありますか？いえ、小金井には学校時代に一度遠足に行ったことがあるだけで、府中は知りません。それじゃあ少し説明をしておかなければならねえ。というのは、社の入り口から随神門までおよそ1丁半、道の左右は松と杉の森で、四日会も五日会もあるような大木が天をしのいで生い茂っています。その森の梢にはたくさんのサギやウが住んでいるが、半30日の間はみんなどこへか立ち去って、寒が明けるとまた帰ってくる。それが年々一日も違わないので、ここじゃ七不思議の一つと言われています。そこでそのサギやウは品川の海や多摩川のあたりまで飛んで行って、いろいろの魚を加えてくるが、時には誤ってその魚を木の上から落とすことがある。土地の女子どもはそれを見つけて拾ってくる。ここらは海の遠いところですが、鳥のおかげで案外に海魚の新しいのを拾うことができるというのは、何が幸せになるかわかりません。早く言えば天から魚が降ってくるようなわけで。面白い話ですね。今でもそうでしょうか？ああ、
今はどうだか知りませんが、昔はそうでした。現に私も見たのだから嘘じゃありません、と老人は続けて笑った。その時にも魚が降ってきましたよ。私と幸次郎と天八、この三人が宿屋を出て六所明神の社を指して行きかかると、今も申す通り随神門までは右も左も松杉の大きい森、その森を横に見ながらたどっていくと、幸次郎が出し抜けに「ああ」と言う。何かと思ってその指さす方角を見ると、一羽の大きい白鷺が大空から舞い下がって森の梢に降りようとする途端に、どうしたわけかくわえている黒い魚を振り落としたので、魚は天から降ってきたという形。するとそこらに遊んでいた二人の子供がわーっと言って駆けてゆく。一人は赤ん坊をおぶっている14、15の女の子、一人は11、12の男の子で、どっちも慌ててその魚を拾おうとする。こうなっちゃ詐欺も降りてくることはできねえ。人間同士のトリッコです。年上だけに女の子が素早く拾ったのを男の子がまた取ろうとする。女の子はやるまいとする。両方が泣き顔になって一生懸命です。所詮は子供同士の獲物争い、笑ってみて通ればそれまでですが、ただ見過ごせねえのが足の性分で、怪我でもするといけねえから止めてやれと幸次郎に言いますと、幸次郎は駆け寄って二人を引き上げました。いくら相手が子供でも止め男に出た以上はただは済みません。女の子が先に知らったのだから、魚は女の子にやらなければいけない。その代わりにおめえにはこれをやると言って、幸次郎が三文か四文の銭を渡すと、男の子は大喜びで承知しました。しかしこの子供たちは普段から仲が悪いのか、それとも魚を取られたのが悔しいのか、男の子は相手の女の子を指さして、こいつのうちはお化けが出るんだよ、いやお化けだお化けだと怒鳴りながら一目散に逃げていきました。するとこっちの女の子は手につかんでいる魚を放り出してわーっと泣き出しました。何が何だかわからねえが、いつまでも子供を相手にしてもいられねえので、三人はそのままそこを立ち去って随神門を入ってお社に参詣、元の宿屋へ帰ってきました。ただこれだけならば別にお話の種にもならねえのですが、その晩は宿屋も暇だったと見えて、女中二人が座敷へ来て酒の酌をする。その時に例の魚の降ってきた話が出ると、女中はその女の子を知っていました。男の子は誰だかわからねえが、女の子はおさんちゃんに違いないというのです。おさんの父親の友蔵は4年ほど前までは札の宿で玉川の漁師をしていました。札は府中よりも一里23丁の手前で、今日では調布という方が一般に知られているようです。何しろ府中と札とはすぐ近所で、土地の者は毎日往来しているということでした。友蔵はどうも太刀のよくねえ人間で、博打を打つ、喧嘩をする、その他にも何か悪いことをしたので土地の漁師仲間からも追い抜けられて、今では府中の宿へ流れ込んで、これという商売もなしにブラブラしている。女房には先年死に別れて、お国とおさんという二人の娘がある。そんなやつだから年頃の娘をただは置かねえ。姉のお国は調布の女郎屋へ売ってしまい、妹のおさんは府中の北屋という国屋へ子守奉公に出しているのだそうです。その北屋へお化けが出るんですか、と私は話の腰を折るように聞いた。いや、北屋にかかり合いはねえのですが、友蔵のうちに出るという噂があるのです。
何が出るんですね。友蔵は宿の外れに小さな所帯を持っているが、うちを開けっぱなしで毎日遊び歩いている。そこへ女と男の幽霊が出るという噂で、女は調布の女郎屋に売られた娘の奥に、男は江戸の若い男だというのです。二人は心中でもしたんですか。そうです。二人が心中をして、その幽霊が友蔵の家へ現れる。夜はもちろん、雨の降る暗い日などには昼間でも出るというのだから恐ろしい。しかし友蔵は平気でいるところを見ると、本当に出るのか出ないのか、それとも友蔵の度胸がいいのか、そこはよくわからねえが、ともかくもその家にお化けが出るというのは宿中の評判で、誰でも知らないものはないと宿屋の女中たちは真面目になって話しました。化けて出るというからには、その男と娘が何か友蔵を恨むわけがあるんですね。恨むというのは、まあこういうわけです。第2章。おととしの5月、六所明神の闇祭りを見物に来た江戸の二人連れがあった。それは四ツ谷の泉屋という呉服屋の息子清七と、その手代の育次郎で、この柏屋に泊まったのであるが、祭りはほとんど夜明かしで、朝までろくろく眠られなかったので、夜が明けてから寝床に入って昼過ぎに起きた。これでは明るいうちに江戸へ入れまいというので、八つ午後二時過ぎにここを出て、二人は調布に泊まることになった。いずれも二十二三の若い年であるので、ただの宿屋には泊まらないで、甲州屋という女郎屋に入り込んだ。ここは友蔵の娘が奉公している店で、そのお国が清七の相方に出た。お朝という女が育次郎に飼われた。お国はその時二十歳で、この店の売れっ子であったが、みすみす一夜止まりと分かっている江戸の若い客を特別に扱ったらしく、その明くる朝は互いに名残を惜しんで別れた。江戸には遊び場所もたくさんある。ことに目の先には新宿をも控えていながら、清七はお国のことを忘れかねて、店の方を言いこしらえたか知らないが、その後も二月に一度ぐらいは甲州屋へ通ってきた。その当時の甲州街道で言えば、新宿から下高井戸まで二里三町、上高井戸まで十一町、調布まで一里二十四町、合わせて寄りの道を通ってくるのであるから、相手の奥にはいよいよ嬉しく感じたらしい。こうして一年余りを過ごしたが、何分にも江戸の四ツ谷と甲州街道の調布では、その通い地が隔たりすぎているので、二人の間に身請けの相談が始まった。こうなると親にも打ち明けなければならないので、奥には父の友蔵を呼んで相談すると、友蔵は喜んで承知した。しかし江戸の客が身請けをするなぞといえば、主人も足元を見て高いことを言うに相違ないから、俺が直々に掛け合って親元身請けということにして、15両か20両に値切ってやる。ともかくもその清七という男に20両ばかりの金を持たせてこいと教えた。その教えに従って清七は25両ほどの金を持って府中の友蔵を訪ねてゆくと、友蔵はおとなしい清七を騙してその金を巻き上げてしまった。そうして15両や20両のはした金で弟子の娘をおめえたちに渡されるものか、
娘が欲しければ別に百両の養育料を持ってこいと空うそぶいた。それでは約束が違うと争ったが、正七は友蔵の敵ではない。果ては散々に殴られて表へ突き出された。悔し涙に暮れながら甲州屋へ戻った正七は、お国とどういう相談を遂げたのか知らないが、その夜のうちに甲州屋を抜け出して玉川の河原に出た。水が浅いので死ねないと思ったのであろう。お国が持ち出したカミソリで男は女の喉をついた。さらに自分の喉をついた。それでもすぐには死にきれなかったらしく、血みどりの二人は抱き合ったままで浅瀬に滑り込んで倒れているのを、明くる朝になって発見された。別に書き置きらしいものは残されていなかったが、二人が合意の心中であることは疑うまでもなかった。それは去年の8月、河原の葦の花が知らんだ頃の出来事で、若い男女を無こたらしい死の淵に追いやったのは、友蔵の悪法によることが、自然に世間にも知れ渡ったが、相手が悪いので、甲州屋でも表向きの掛け合いをしなかった。それをいいことにして、友蔵は平気で遊び暮らしていたが、その以来、さなきだに評判の悪い友蔵は、いよいよ土地の憎まれ者になった。お国と正七の幽霊が恨みを言いに出るという噂も立てられた。友蔵は昼間こそ平気な顔をしているが、夜は血だらけの幽霊二人に責められて、うなって苦しむなどとまことしやかに言いふらす者もあった。宿屋の女中らの話はまずこうである。なるほどひどい奴だと半七らも言ったが、お国と正七が合意の心中である以上、表向きには友蔵をどうすることもできないのは分かっているので、その上の詮索もしなかった。明くる朝、宿屋を立って宿の外れへ来かかると、昨日の男の子が2、3人の友達と往来に遊んでいるのを見つけたので、幸次郎は声をかけた。おいおい、お化けの出るうちというのはどこだい？あそこだよ、と男の子は指さして教えた。それは7、8軒先の小さいかやぶき屋根の田舎屋で、強い風には吹き倒されそうに傾きかかっていた。その軒先には大きい園児の木が立っていた。どうで通り道であるから、その家の前を行き過ぎながら、三人は横目に覗いてみると、園児の木の股に1羽の大きい鵜がつないであって、その足に売り物と記した紙切れが結びつけられていた。それを幸いと、善八は立ち寄って呼んだ。もし、この鳥は売り物ですかえ？薄暗い奥には、一人の男がヨギをかぶって転がっていたが、それでも目を覚ましていたと見えて、すぐに半身を起こして答えた。売り物だよ。いくらですね？3分だよ。高えね。なあに、高えことがあるものか。言いながら起きてきたのは、年頃42、3の色の赤黒い頬ひげの濃い、見るからに人相の良くない大男であった。彼は三人をじろじろ睨んで、にわかに声を荒くした。ええ、冷やかしちゃいけねえ。おめえたちはその鳥を知っているのか？それは鵜だよ、アラウだよ。おめえたちのような人間の飼うものじゃねえぜ。ウは知っているが、礼を聞いてみたのよ。と善八は答えた。それだから冷やかしだというのだ。
江戸の人間が魚を買っていってどうするんだ。それともこの頃の江戸じゃ魚を煮て食うのが流行るのか。朝っぱらからバカバカしい。帰れ帰れ。と彼は目を光らせて怒鳴った。まあ、堪忍してくんねえ。と半七は口を入れた。まったくおめえの言う通り、魚を買っていっても土産にはならねえ。話の種に値段を聞いただけのことだから、冷やかしと言われりゃ一言もねえ。だがこの魚はどこで取ったんだね。四五日前にどっからか飛び込んできたのよ。大方は明神の森へ蹴る奴が戸惑いをしたのだろう。森にいる奴を取るのはやかましいが、俺の家へ舞い込んできたのを取るのは俺の勝手だ。そいつは荒魚の中でも荒い奴だから、うっかりそば寄って食いつかれても知らねえぞ。慣れている俺でさえも怪我をした。言い捨てて彼は奥へ入ってしまった。もう相手にならないと見て、半七は挨拶をしてそこを立ち去った。あいつが友蔵か。なるほど。可愛くねえやるつらしい。と幸次郎は歩きながら言った。先八がつまらねえ冷やかしをするんで、あんな奴に謝ることになった。と半七は笑った。本当に幽霊が出るか出ねえかは知らねえが、あんな奴のところへ出たら災難だ。幽霊に肩を揉ませるか飯を炊かせるか分かったもんじゃねえ。三人はその日の昼過ぎに江戸へ帰り着いた。新宿で遅い昼飯を食って一休みして、大木戸を越して四ツ谷通りへ差し掛かると、塩町の中ほどで幸次郎は急に半七の袖を引いた。もし親分、泉屋というのはそこですよ。そこには泉屋というのれんをかけた呉服屋が見えた。悪い奴に引っかかって大事の息子を心中させて気の毒なことをしたと思いながら、半七はそっと覗くと、試験間口で幾人かの奉公人を使ってここらでは相当の旧家であるらしく思われた。これだけの店の息子が20両や30両のことで命を捨てるにも及ぶ前にと、半七はいよいよ気の毒になった。他にも何か資産があるかなと半七はまた考えた。第三章。この年の花時は珍しくいい天気の日が続いて、花に嵐のたたりもなかったが、4月に入ってから曇った日が多かった。その間には宇野花ぐたしの雨が3日も4日も降り続いて、時候外れに冷える日もあった。それでも5月の節句前から晴れて、3、4、5、6、7の5日間は初夏らしい日の光が江戸の濡れた町をキラキラと照らした。他の仕事が忙しいので半七も忘れていたが、5月初めは府中の祭りである。六所明神の例祭は3日に始まって6日の朝に終わる。その間すべて晴天であったのは幸せで、諸方から集まる参詣人の混雑も思いやられた。その8日の午後である。半七は下山で用足しに行って帰ると、幸次郎が一人の客を連れてきて親分の帰るのを待っていた。親分、天気がまた怪しくなってきましたね。どうも長持ちがしねえので困ったものだ。また泣き出しそうになってきたわ。言いながらふと見ると、目の前にも泣き出しそうな顔をした人が座っていた。それは40前後の痩せ型の男で、お棚の番頭風であることは一目に知られた。幸次郎はすぐに紹介した。この下四ツ谷坂町の伊豆屋という酒屋さんの番頭さんですが、少し親分にお願い申していることがあるので
わしが一緒に連れてきました。その尾について男も伊豆屋の番頭治兵衛であると名乗った。半七も初対面の挨拶をして、さてその用件を聞き正すと、治兵衛は重い口からこんなことを語り出した。一通りのことはさっき幸次郎さんにもお話し申したのでございますが、手前どもの店に少々困ったことが出退いたしまして、自分を目指して頼みに来る以上、いずれ何かの事件が出退したのは分かりきっているので、半七は相手の話を引き出すように気軽く答えた。はあ、そうっすか。そこでその一件というのは何か面倒なことですかい？実はこの5日のことでございますが、ご承知の通り府中の六所明神のご祭礼、その名物の闇祭りを一度見物いたしたいと申しまして、おかみさんと僧侶息子、それに私と若い者の孫太郎と都合4人連れで6つ半午前7時頃から店を出ました。もちろんおかみさんだけはカゴで、男どもは歩いて参りました。日の長い時節ではございますが、途中で休み休み参りましたので、府中の宿へ着きました頃にはもう薄暗くなっておりました。さてこのお祭りには初めて参ったのでございますが、噂に聞いたよりも大層な繁盛で、土地慣れないものはまごつくくらい。それでもどうやら釜屋という宿屋に泊めてもらうことになりましたが、その宿屋がまた大変な混雑で、これは困ると思ったのですが、どこの宿屋も今夜はみんなこの通りだと聞かされて、まあ我慢することになりました。あっしもこの3月府中に泊まりましたが、普段の時だから至って失礼していましたと半七は笑った。しかしお祭りの時は大変だと城中たちも言っていましたよ。まったく案外でございましたと治兵衛はため息をついた。それほど大きくもない宿屋に百何十人という泊まりですから、一つの部屋に15人も20人も押し込まれて、座るところもないような始末。お夜食の膳もめいめいが台所へ行って自分がもらってこなければならない。まるで火事場のような騒ぎでございます。こんなことと知ったら来るのじゃなかったとおかみさんも後悔していましたが、今さら帰るにも帰られず、まあ小さくなって辛抱しておりますと、やがて4つ、午後10時過ぎでもございましょうか、ただいまおみこしのお通りでございます、火を消しますと触れて回る声が聞こえたかと思うと、内も外も一度に火を消して真っ暗になってしまいました。ほれお通りだというので、我も我もと店先へ手探りながら駆け出しましたが、何にも見えません。暗い中でおみこしの金物がカラリカラリと鳴る音と、それを担いでいく白鳥の足音がしとしとと聞こえるばかり。おみこしは上の町のお旅所へ送られて、暗闇の中で配膳の式があるのだそうで、その間は内も外も真っ暗でございます。夜中の8、午前2時頃に式を終わりますと、一度にパッと火をつけて町中は急に明るくなりました。くどくど申す通り、それまでは真の闇で、どこに誰がいるかさっぱりわかりませんでしたが、さて明るくなってみるとおかみさんの姿が見つかりません。若旦那も孫太郎も私も心配して混雑の中を抜けつくぐりつ、そこらをしきりに探して歩きましたが、どうしても姿が見えません。何しろ夜中ではあり、大変な混雑ですからどうすることもできません。夜が明けたらどこからか出てくるだろうと、三人は一睡もいたさずに夜の知らぬのを待っておりましたが、おかみさんの姿がどうしても見えません。そのうちに日が高くなって、他の客はだんだんに引き上げてしまいましたが、私どもは帰ることができません。
宿屋の者にも頼みまして、心当たりもくまなく探させましたが、何にも手がかりがございません。その晩はとうとう府中に泊まりましたが、おかみさんは帰ってまいりません。店の方でも心配しているだろうと存じまして、三人相談の上で、孫太郎だけが府中に残り、若旦那と私は早かごで江戸へ戻りました。主人も驚きまして、親類などを呼び集めて、夕べは夜の更けるまでいろいろ相談をいたしましたが、みんなも心配するばかりで、さてどうという知恵もございません。町内の下駄屋さんが、この幸次郎さんとお心安くしているということを聞きまして、そういうわけでわしのところへ頼みに来なすったのですが、と幸次郎は取りなすように言った。あっし一人で受け合うわけにはいかねえ、まして江戸から五里七里と踏み出す仕事だから、親分にすがって何とかしてもらおうというので、こうして一緒に出てきたのですが、どうでしょう、なんとかなりますめえか。番頭さんもひどく心配していなさるんですが。若いものではなし、いい年をした私が友をしてまいりまして、おかみさんの姿を見失ったと申しては、主人はもちろん世間に対しても申し訳がございません。これがお武家ならば腹でも切らなければならないところでございます。親分さん、お察しください。四十男の治兵衛が涙を浮かべて頼むのである。ことに幸次郎の口添えもある以上、半七も断るわけにもいかなくなった。まあようござんす。できることかできねえことかわかりませんが、せっかくのお頼みすから何とかやってみましょう、と半七は受け合った。おいこう、この春初めて府中へ行ったのも何かの因縁かもしれねえ。そうっすねえ、と幸次郎もうなずいた。そこで親分、この番頭さんに何か聞いておくことはありませんかね。おおありだ。早速だが、そのおかみさんというのはいくつでどんな人ですね。おかみさんは親江と申しまして、18の年に伊豆屋へ縁づいてまいりまして、翌年に総領息子の長三郎を産みました。その長三郎が当年20歳になりますから、おかみさんは38で、器量も悪くなく年よりも若く見える方でございます。治兵衛は半七の問いに対して、伊豆屋は四ツ谷坂町にも五代ものれんをかけている古い店で、屋敷型の得意先も多く、辞書佳作も相当に持っていて、心性も悪くない。主人の長四郎は43歳で、子供は長三郎のほかに17歳の与茂吉、14歳のお初がある。奉公人は自分のほかに若い者が3人、小僧が2人、女中2人、合わせて13人の家内であると答えた。おめえさんのうちでは塩町の泉屋という呉服屋をご存知ですかえ、と半七は突然に聞いた。泉屋さんは存じております。別に親類というのではございませんが、先代からお付き合いをいたしております。泉屋の息子はとんだことでしたね。まったくとんだことで、あの一件につきましては泉屋さんでも息子の死骸を引き取るやらなんやかやで随分の物入りであったそうで、なんとも申しようがございません。そんな一件がありますので、今度の府中行きも主人は少し考えておりました。私もなんだか気が進まなかったのでございますが、おかみさんがぜひ一度見物したいと申しますので、とうとう思い切って出かけることになりますと、またぞろこんなことが起こりまして、やっぱりよせばよかったと今さら後悔しておりますようなわけでございます。泉屋の奉公人で息子と一緒に府中へ行ったものがありましたね。
と半七はまた聞いた。はい、育次郎と申す者でございます。と治兵衛は答えた。これがちっと道楽者で、主人の息子を調布の女郎屋へ誘い込みましたのが間違いのもとで、それからあんなことになりましたので、主人に対しても申し訳のない次第でございますが、育次郎はただの奉公人でなく、主人の遠縁にあたるものでございますので、まあそのままに勤めております。育次郎はいくつでしたね？確か23かと思います。ただいま申す通り、片木の呉服屋の手代にはちっと不似合いの道楽者で、近所の時和津の師匠のところへ稽古に行くなぞという噂もございます。その育次郎はお棚へも来ることがありますか？時々には参ります。それからまだ二つ三つの話をして、治兵衛は帰った。帰る時にも彼は何分お願い申しますと、幾度か繰り返して頼んでいった。第四章。親分、どうですかね。大抵見当はつきましたか？と浩次郎は聞いた。そう手軽にもいかねえと半七は笑った。去年の心中一件と今度の一件とまるで縁のねえことか、それとも何かの意図がつながっているのか、まずそれを考えなければならねえ。友蔵のやつがまた何かやったかね。俺もそんなことを考えたが、若え娘ならともかくも、やがて四十に手の届く女房をかどわかすということもあるね。いくら暗闇だって周りに大勢の人がいるのだから、キャーとか何とか声を立てるぐらいのことはできそうなものだ。まさかに友蔵に引っかついで行かれたのでもあるね。俺ももう少し考えるから、おめえは前八と手分けをして、伊豆屋と泉屋の内幕を探ってくれ。こうなるとこの春府中へ行ってきてようござんしたね。何が幸せになるかわからねえ。出し抜けにこんなことを持ち込まれたのじゃ見当がつかねえ。浩次郎を出してやって半七はまたしばらく考えた。伊豆屋の番頭の話だけでは詳しいことはわからない。番頭もまた一家の秘密を漏らすまい。したがってその話のほかに、伊豆屋と泉屋に絡んでいかなる秘密が潜んでいないとも限らない。所詮は浩次郎と前八の報告を待って、それから正確の判断を下すのほかはなかったが、半七は平勢の癖として、ともかくも今までに与えられた材料によって一応の推測を試みようとした。当たっても外れても考えるだけは考えなければ気が済まないのであった。表には苗売りの声が聞こえた。今朝から催していた雨が静かに降ってきた。その雨の音を聞きながら半七は居眠りでもしたように目を閉じていたが、やがて手ぬぐいと傘を持って町内の銭湯へ出て行った。雨はだんだんに強くなって、夕暮れに近い空の色はますます暗くなった。湯から帰ってきた半七の顔色も暗かった。子分ら二人が何かの報告を持ってくるまでは、自分の腹をはっきりと決めかねたのである。雨は明くる日も降り続いて本式の梅雨空となった。その日の暮れかかる頃に前八がまず顔を見せた。いよいよ梅雨になりやした。昨夜浩次郎の話を聞いたので今朝から早速取り掛かりやした。おめえはどっちへ回ったんだ？半七は待ちかねたように聞いた。あっしゃ、塩町の呉服屋の方です。そこでまず聞き込んだだけのことをお話し申しましょう。と前八は言い出した。
泉屋という家は店構えを見ても知られる通り、土地でも古い店で身代もしっかりしているという噂です。主人の久兵衛は50ぐらい、女房のお代は5歳で34、5、先妻にも5歳にも子がねえので、主人の老いの正七を養子にもらって22の年まで育ててくると、その正七は調布の奥にと心中してしまったというわけです。正七は養子か。本来はおとなしい手堅い人間だったそうですが、府中へ行った帰りに一晩遊んだのがやみつきで、とんだことになったものだと近所でも気の毒がっています。それから手代の育次郎ですが、主人の遠縁のものだということになっているが、実は番頭の息子だそうです。それにはちっと訳があるので。今から20年ほど前に泉屋の番頭雄三が受領した。それは紀州家か尾張家かへ納めた品々に何か不正のことがあったというのである。その吟味中に雄三は老死した。しかも世間の噂では、主人の罪を番頭が一切引き受けて、主人は何にも知らないことに取り繕ったのであるという。その忠義の番頭雄三のせがれが育次郎で、当時はまだ2、3歳の子供であったのを、母のお美濃が引き連れて甲州の身寄りの方へ立ち退いた。もちろん泉屋では相当の扶助をしてやったに相違ない。その育次郎が8つか9つに成人した時に、おそらく前々からの約束があったのであろう。江戸へ出てきて旧主人の泉屋に奉公することになった。表向きは遠縁のものだということにして、主人も特別に目をかけて使っていた。泉屋に子がないので番頭の忠義に報いるために、あるいはこの育次郎を養子にするのではないかというものもあったが、その想像は外れて、主人の甥の正七が13の年からもらわれてきた。育次郎はやはり奉公人として働いていて、彼が堅気の店のものに似合わず、稽古所参りをしたり、折々には新宿の遊女屋遊びをしたりするのを主人が多めに見ているのも、亡き父の忠義を忘れないためであろう。たとえ養子には座らずとも、ゆくゆくはのれんでも分けてもらって、一軒の店の主人になるであろうと昔を知る者は噂している。なるほど、育次郎というやつにはそういう因縁があるのかと半七はうなずいた。そこでその育次郎は相変わらず店に働いているのか。今日も店に座っていましたと言いかけて、善八は少しく声を低めた。近所の噂だけで確かなことはわからねえのですが、泉屋の女房は節句の晩あたりからうちにいねえらしいというのです。もちろん泉屋じゃ内緒にしていますが、店の小僧が使いに出た時誰かに喋ったそうで。泉屋の女房もいねえのかと半七も目を光らせた。節句の晩といや府中の闇祭りの晩だ。その同じ晩に伊豆屋の女房は府中で姿を隠し、泉屋の女房は江戸で姿を隠す。いかに両方が知り合いの仲だといっても、まさかに女同士が誘い合わせて駆け落ちをしたわけでもあるめえ。妙なことになったもんだな。女房二人の間に何かの関わり合いがあるのか、ただしは偶然の一致か、半七もその鑑定に苦しんだ。善八も黙って考えていた。ああ、ふるふる。独り言のように言いながら、
幸次郎が入ってきた。どうだい、何か面白い掘り出し物があったか？と彼は善八に聞いた。まず一通りは分かった。と半七は引き取って答えた。第一の聞き込みは、泉屋の女房も闇祭りの晩に姿を隠したということだ。と幸次郎も目を丸くした。そりゃ面白い。そこで親分、善八と違ってわしの方にはいい見つけ物もありません。伊豆のことは大抵あの番頭の言った通りですが、近所で聞くと伊豆屋の主人はお人よしの方で、親江という女房がうちとのことを一人で切って回している。いわばかかあ殿下の家だそうで、もう年頃の息子や娘がありながら、親江は派手なこしらえで、神参りにもたびたび出て歩くという評判です。別に浮気をしているような噂もねえのか？と半七は聞いた。そんな女だから何か不埒を働いていやしねえかと思って、私もいろいろ探ってみましたが、そんな噂もねえようです。よっぽど上手にやってるんでしょうか。泉屋の手代の育次郎とおかしいという噂は聞かねえか？聞きませんね。よそでそんな噂があるんですか？そうでもねえが、まあ聞いてみたのだ。こう言って半七はまた考えているところへ、女房のおせんが女中に寿司の大皿を運ばせてきた。どこからか届けてきたというのである。商売柄でこんな使い物をもらうのは珍しくない。すぐに茶を入れさせて、半七ら三人は寿司を食い始めると、そのそばで女房がこんなことを話し出した。私が今お湯の代わりに地震盤の前を通ると、雨が降るのに人立ちがしているから何だろうと思って覗いてみると、隣町の新吉のおっかさんが地震盤へ駆け込んでおいおい泣いているのよ。新吉というのは噺家新生の弟子で、隣町の裏に住んでいる。年は24、5で、男前は悪くないが芸が未熟であるために、江戸の真ん中のいい席へは顔を出されず、バスへや金材回りなどをして、母のおさがと二人で暮らしている。それでも芸人の端くれであり、かつは近所でもあるので、半七は新吉親子の顔を知っていた。新吉のおふくろは何を泣いているのだ？それがね、なんだか取り留めのない話のようだけれども、おっかさんは一生懸命に泣いて騒いでいる。というのは、新吉は先月から甲州街道の方角へ稼ぎに行って、月末には江戸へ帰るはずのところが、今月になっても頼りがない。おっかさんも毎日心配していると、おとといの晩、おっかさんが変な夢を見たんだとさ。どんな夢を見た？おっかさんが、しばちの前に座っていると、新吉が外からぼんやり入ってきて、黙って手をついている。おや、おかわりかい？と声をかけても返事をしない。なぜ黙ってうつむいているんだよ、と言うと、新吉は小さな声で、顔を見せるとおっかさんがびっくりするから、と言う。お前の顔を見てびっくりするやつがあるものか。旅から帰ってきたら、まずぶちな顔を親に見せるものだ。早く顔を見せよ。と言うと、新吉がひょいっと顔を上げた。ここまで話してきて、おせんは思わず息を飲み込むと、幸次郎は笑いながら口を出した。なんだか階段がかってきたようだね。まったく階段さ。とおせんは顔をしかめた。新吉が顔を上げると顔は血だらけ。なんでも砂利のようなもので引っ越したように顔一面にすりむけている。おっかさんも驚いてキャーッと言うと夢が覚めた。もしやこれが正夢で、
せがれの身の上に何か返事でもあったのじゃないかとおっかさんもしきりに案じていると、夕べも同じ夢を見て、せがれの顔はやっぱり血だらけ。いよいよ心配していると、今日の酔いの口、おっかさんが銭湯から帰ってくると、暗い家の中に新吉がしょんぼりと座っている。それが振り向くと、やっぱり血だらけの顔をしていたので、おっかさんはもう声が出なかったそうで、これはどうしてもただごとでない、せがれはどこでか非業の最後を遂げたに相違ないと、おっかさんは半気違いのようになって自身番へ泣き込んできたというわけさ。自身番だってどうすることもできない。お前があんまり心配するからそんな夢を見たのだろうとか、夢はさか夢だとか言って、まあいい加減になだめているのだが、親一人子一人のせがれにもしものことがあったら、私も生きちゃいられないとか言って、おっかさんは泣いて騒いでいる。そのうちに大家さんが来て、無理になだめて引っ張って帰ったが、考えてみればかわいそうでもあり、新吉は一体どうしたのかね。聞いている三人は顔を見合わせた。外には暗い雨が小闇なく降っていた。なるほど、怪談だと善八は冷えた茶を飲みながら言った。だが自身番で言う通り、お袋があんまり心配しているので、せがれの夢を見たり、せがれの姿を見たりしたのだろう。そんなこととは知らねえで、新吉の野郎、近在を回ってじっと懐が温まったので、今頃どこかの宿場で面白く浮かれているかもしれねえ。親不孝な野郎だ。おい、おせん、傘を出してくれ。半七は立ち上がって帯を締め直した。どこへ行くの？新吉のお袋に会ってくる。親分、階段を真に受けて行くのかい？と幸次郎は半七の顔を見上げた。真に受けても受けねえでも、ちっと思い当たることがある。俺の帰るまでおめえたちは待っていつくれ。降りしきる雨の中も、半七は隣町へ出て行った。第五章。その明くる朝、半七は八丁堀同心の屋敷へ顔を出して、カクカクの次第で四五日は江戸を開けるということも届けた上で、朝の四つ、午前十時ごろに府中を指して出発した。幸次郎も善八も一緒に出た。幸いに強い雨ではなかったが、今日もしとしと降り続いている。先祖の黄金行きとは違って、三人は雨支度の旅姿で、菅笠道中合羽キャハンわらじに身を固め、半七は懐に実手を忍ばせていた。道順も先祖とは少し違って、上高井戸から烏山、金子下札上札、下石原上石原、車が石染屋と甲州街道をまっすぐにたどって、府中の宿に行き着いたのは七つ半午後五時を過ぎる頃であった。宿屋は先祖の柏屋で、三人はここに濡れわらじを脱ぐと、顔を見覚えている宿の者は丁寧に案内して二階座敷へ通した。祭りの済んだ後といい、この天気に道中の旅人も少ないと見えて、ここの二階はがら空きであった。この間の湯山旅とは違うので、風呂に入って夕飯を済ませた後に、半七は宿の亭主を二階へ呼び上げて、自分たちの身の上を明かした。この宿に鎌屋という道商売があるね。はい、手前どもから五六軒先でございます。少し聞きてえことがあるから、鎌屋の亭主を呼んできてくれ。はいはい。亭主はかしこまって、早々に鎌屋の亭主文右衛門を
読んできた。文右衛門は45、46の徳実らしい男であった。江戸の御用聞きに呼びつけられて、彼は恐る恐る挨拶した。手前は鎌屋文右衛門でございます。何か御用でございましょうか。早速だが、この5日の闇祭りの晩に、おめえの店の女客が1人消えてなくなったそうだね。今日でもう5日になる。まだ何にも手がかりはねえのかね。四ツ谷坂町の伊豆屋のおかみさんが見えなくなりまして、手前どもでも心配しているのでございますが、まだ何にも手がかりがございませんので、実に困っております。何分にも当屋は145人の泊まり客で、2階も下もいっぱいの混雑。ことに火を消した暗闇の最中で、何がどうしたのか一向にわかりません。と文右衛門は言い訳らしく言った。そこで、その祭りの前の頃から、おめえのうちに若い芸人が泊まっていなかったかね。はい、泊まっておりました。新吉という江戸の噺家でございます。いつ頃から泊まったね。新吉さんは先月からこの近辺を回っておりまして、ここでも東屋という茶屋旅小屋の表2階で2晩ほど打ちました。一座の5人は、それから八王子の方へ行きましたが、新吉さんは体が少し悪いというので、自分だけは後に残って、先月の晦日から手前どもの2階に泊まっておりまして、闇祭りの日の昼過ぎに、これから一座の後を追っていくと言って立ちました。この宿外れに、友蔵という厄介者がいるはずだが、あれはどうしたかな？と、半七はまた聞いた。友蔵は無事でおります。これも先月の晦日頃でございましょうか。江戸の方へ2、3日遊びに行ったとか申しておりましたが、ただいまは帰っておりまして、現に昨日も手前どもの店の前を通りました。博打にでも勝ったと見えまして、それからジョロ屋へ参って、景気よく飲んで騒いでいたとか申します。腕も売れたのだろう。と、半七は笑った。いえ、うわはまだ売れません。家の前に売り物の札がついております。と、文右衛門は真面目に答えた。伊豆屋の若い者はどうしたね？昨日まで手前どもに逗留でしたが、いつまでも手がかりがないので、一旦江戸に帰ると言って、今朝ほどお立ちになりました。それじゃあ、行き違いになったのか。鎌屋の亭主を返した後で、半七は善八に囁いた。おめえは友蔵のうちを知っているだろう。あいつは今夜家にいるかどうだか、そーっと覗いてきてくれ。よがす。善八はすぐに出て行った。友蔵のやつをあげますかえ？と幸次郎は聞いた。あいつどうも見逃せねえやつだ。不意に踏み込んで調べてやろう。先月の晦日頃に江戸へ出たといい、景気よく銭を使っているといい、何か曰くがあるに相違ねえ。やがて善八は帰ってきた。友蔵はうちで酒を食らっていますよ。友達でも来ているのか？それがね、髪もなりも取り乱しているが、ちょいっと踏めるような中土島に釈放させて、上機嫌に何か歌っていましたよ。それが例の幽霊かな？と幸次郎は言った。なるほど、青い顔をしていたが確かに幽霊じゃあね。第一、友蔵の娘という年頃じゃなかった。よし、と半七はうなずいた。野郎一人に3人がかりも行さんだが、せっかく来たものだから総出としよう。俺はこのままで宿屋の貸し桁を履いていく。野郎暴れるといけねえから、
おめえたちは支度をして行ってくれ。三人は宿を出ると、今夜ももう五つ、午後八時過ぎで、まばらに暗い町の日は雨の中に沈んでいた。この宿には三四軒の女郎屋がある。その一軒の吉野屋というのれんをかけた店から、一人の若い男が傘もささずに出てくると、また後からその相方らしい若い女が裸足で追ってきた。新さん、お待ちを。知らねえ知らねえ。男は振り切って行こうとするのを、女は無理に引き戻そうとして、互いに濡れながら争っている。宿場の夜の風景、別に珍しいとも思われなかったが、新さんという声が耳について、半七はふと見返ると、男はかの新吉であった。おい新吉、いくら江戸を離れていると言って、往来中でみっともねえぜ。出し抜けに声をかけられて新吉は振り返った。格子先の日の光、彼は半七の顔を透かしてみると、にわかに驚いて逃げ出そうとしたが、その利き腕はもう半七の片手につかまれていた。こうなっては逃げる術もない。彼は無言の半七に引きずられて、二三軒先の薄暗いところへ連れて行かれた。やい、新吉、てめえは不定奴だ。坂町の伊豆屋の女房をかどわかしてどこへやった。さあ言え、てめえは伊豆屋の女房と示し合わせて、自分は前から釜屋に待っていて、闇祭りの暗闇に女房を連れて逃げたろ。ほらみんな知ってるぞ。どうだ。新吉は黙っていた。それにしても伊豆屋の女房どこへやった。もう38の大戸島だ。まさかに宿場女郎にも売れはしめえ。あの女房をどこへ葬ったよ。新吉はやはり答えなかった。彼は一生懸命に半七を突きのけて、また逃げ出そうとするのを、後ろからドンと突かれて往来の真ん中へヒラメのようにうつぶして倒れた。何しますかと幸次郎は新吉の襟首を捕らえながら聞いた。うん、柏へ連れて行け。逃がすな。縄付きの新吉を幸次郎に預けて、半七と善八は友蔵の家へ向かった。暗い中にも目印の円珠の胎児の陰に隠れて、二人は中の様子を伺うと、中には女の忍び泣きの声が聞こえた。壊れかかった雨戸の隙間から覗くと、薄暗い暗闘の下に赤裸の女が細引きのようなものでくくられて転がされていた。女はやれ畳に白い顔をすりつけて泣いているのを、友蔵は面白そうに眺めながら茶碗酒をあおっていた。あの女ですよ、さっき釈をしていたのは。よもや幽霊じゃありますめ。と善八は小声で言った。うん、戸を叩け。と半七は指図した。ごめんなさい。こんばんは。善八が戸を叩くと、友蔵は茶碗を下に置いて表を睨みながら答えた。誰だ今頃来たな。俺だよ。この間の魚を買いに来たのだ。と半七は言った。何？魚を買いに来た？あの魚を百両に買いに来たのだ。冗談言えない。とは言いながら、幾分の不安を感じたらしく、友蔵は身構えしながら雨戸を開けに出た。その雨戸は内外から同時にガラリと開けられて、善八はすぐに飛び込んだが、相手も用心していたのでもろくは抑えられなかった。ことに新吉とは違って頑丈の大男である。二人は入り口の土間を転げ回って揉み合ううちに、友蔵は善八を突きのけて表へ踊り出ようとする。その横っ面に
半七の強い張り手を食らわされて、思わずあっと立ちすくむところを、再び胸を強く突かれて、彼は後戻りして土間に倒れた。善八は折り重なって縄をかけた。なんで俺を縛り上がるのだ、と友蔵は吠えるように怒鳴った。静かにしろ。俺は江戸から御用で来たのだ、と半七は言った。目の先に十手を突きつけられて、友蔵もさすがに静まった。第六章。お話はもうおしまいです。と半七老人は笑った。あとはあなたのご想像に任せますよ。いや、事件がなかなかこぐらかっているので、容易に想像がつきません。と私も笑った。じゃあ、この友蔵のうちに転がされていた女は、伊豆屋の女房か、泉屋の女房か、あなたはどっちだと思います？坂根寺の質問を受けて、私は返事に困った。黙っているのも悔しいので、私はでたらめに答えた。泉屋の女房のようですね。と老人は私の顔を眺めた。どうしてわかりました？そう聞かれて私はまた困った。どうということもないので、ただなんだか泉屋のようだと思っただけですよ。そのようだということが大切です。と老人は真面目に言った。明治の今日は警察のやり方もすっかり変わって、探偵の方法も新しくなりましたが、昔の探索には何々のようだとか、誰々のようだとか、まず我々の胸に浮かぶ。それがなかなかの役に立って、ようだと睨んだことが不思議に当たった例がしばしばあるので、そうです。私が家に座って目をつぶって腕を組んで、どうもそうらしいようだと考えていたことが、まず大抵は壺にはまりましたからね。あなたの鑑定通り、その女は呉服屋の女房のお代でした。お代は家出をして府中へ行ったんですか？そうです。私は最初から、泉屋の手代と育次郎というやつをなんだか怪しいと睨んでいたのですが、やっぱりこいつがくせ者でした。前にも申す通り、親父の雄三が主人の罪をかぶって老死した。その忠義に免じて泉屋でも目をかけて使っていた。泉屋には子がないので、ゆくゆくは養子にしてくれるかと内々楽しみにしていると、主人の親類から正七という養子が来てしまったので、育次郎は当てが外れた。それがそもそもの始まりで、やけも手伝って道楽をする。それでも主人が多めに見ているので、だんだんに増長して、泉は乗っ取りを企てることになりました。その場合、あなたならどうします？さあ、まず養子の正七を遠ざけるんですね。誰の考えも同じことで、まあそうするのほかはありません。泉屋の女房は5歳で、亭主の久兵衛とは年がよほど違っている。そこでいつかそのお代と不義を働くようになった。育次郎にとってはもっけの幸い。せいぜい女房のご機嫌をとって正七放逐の計略を巡らしたが、あいにく正七がおとなしい男で、難癖をつけるようなトガがない。そのうちに、おととしの5月、育次郎は正七を府中の闇祭りに連れ出して、その帰りに調布の甲州屋へ誘い込んだ。こうして道楽の味を覚えさせて、だんだんに正七を堕落させ、それを落ち度にして泉屋から放逐するという魂胆でしたが、その薬が効きすぎて、相方の奥には正七に初回惚れ、正七の方でも夢中になる。さあ閉めたと
育次郎とお大は腹を合わせて主人の久兵衛にいろいろの懺悔をする。久兵衛もバカな男ではないのですが、自然それに巻き込まれて正七の信用は次第に薄くなる。それでも正七の迷いは覚めないで、25両の金を持ち出してお国を身請けということになったのです。もちろん育次郎も影へ回ってそそのかしたにそうやりません。ところがお国には友蔵という悪い親父がついているので、いいカモがかかったとばかりで25両を横取り、喧嘩仕掛けで正七を追い出してしまった。根がおとなしい人間ですから、正七は悔しさが胸いっぱい。もう一つには近頃養父や養母の機嫌を損じて、まかり間違えば離縁になるかもしれないというようなこともうすうす感じている。25両の金とても寵愛をごまかした金だから、それが露見すればいよいよ自分の身が危うい。お国もそれに同情して、また二つには邪険な親父への面当てもあったのでしょう。二人はとうとう心中ということになる。大願成就と育次郎は手を打って喜んだのです。それじゃあ二人は育次郎のところへも化けて出ていいわけですね。友蔵も悪いが育次郎は一番悪い。全く育次郎の方へ幽霊が出そうなものですが、二人ともに育次郎の巧みを知らなかったのでしょう。そこでうちからは女房のお代が糸を引いて、正七の後釜に育次郎を据える段取りになったのですが、主人もすぐには承知しない。普段から多めに見ているものの、育次郎が道楽者ということは主人もよく知っているので、それを相続人にして正七の二の舞をやられては困る。その懸念があるので主人も渋っている。そうして半年ばかり過ごすうちに、お大はこの頃育次郎に向かって、二人が仲を主人にうすうす感づかれたらしいから、いっそ連れて逃げてくれと言い出しました。そんなはずはないから、まあ我慢しろと育次郎がなだめてもお題は聞かない。しかし育次郎にしてみると、主人の女房と不義を働いているのも、泉屋の養子に直ってその身代を手に入れたいからで、もう一息というところまでこぎつけながら、その体毛を水の泡にして年上の女と駆け落ちなどをする気はありません。しかしお代の方ではしきりに迫ってくる。もう嫌とは言われない羽目になって、育次郎はまた悪だくみを考えました。その片棒を担いだのがかの友蔵です。育次郎は友蔵を知っていたのですか？去年の心中一件の時に、友蔵は泉屋へ押しかけてきて、自分が25両を横取りしたことなどは一切言わず、ここの息子のために大事な娘を殺されてしまったからどうかしてくれと因縁をつける。その時に育次郎が中に立って30両の金を渡して追い返した。それが縁になって育次郎は友蔵を知っている。あいつは悪いやつで、金にさえなれば何でも引き受けるやつだということも知っているので、今度の味方に抱き込んだのです。そこで4月の末に友蔵を呼び寄せて相談の上、お代に向かってもいよいよ駆け落ちの相談を始めました。自分の育った甲府にはおふくろがまだ達者でいる。ひとまずそこへ身を隠そうということにして、お代に200両の金を盗み出させ、その1割の20両だけをお代に持たせて、残りの180両は自分が預かりました。二人が一緒に出てはすぐに悟られるから、お
前は一足先に出て府中塾の友蔵の家に待ち合わせていてくれ。私は後から訪ねていくとうまく騙してお代を出してやる。闇祭りの日には江戸や近在の参詣人が大勢集まってくるから帰っていいというので、5月5日にお代をこっそり落としてやりました。お代は男に騙されて府中へ行き、友蔵の家で待ち合わせていたが、育次郎は来ない。その翌日になっても姿を見せない。それも道理で、育次郎は最初から一緒に駆け落ちをする気はない。女の懐には20両の金を持たせてあるから、それを巻き上げた上で、どうとも勝手に始末してくれと友蔵に頼んである。実にひどいやつもあるものです。それを知らずに待っているお代に向かって、友蔵はいよいよ本性を現しましたが、自分に駆け落ちの弱みがあるからお代はジタバタすることもできない。懐の20両は早速に巻き上げられて、その上に友蔵の慰み物です。逃げ出されては面倒だと思って、友蔵はお代を細引きで縛って、用のねえ時は戸棚へ放り込んでおく。お代は34、5ですが、器量もまんざらでねえので、散々おもちゃにした上で、どこかの田舎茶屋へでも売り飛ばそうという友蔵の下心。お代は白い目に遭いながらも、今に育次郎が来るものと思って泣く泣く我慢していたと言いますから、よっぽどうまく男に騙されていたものと見えます。どう考えても育次郎はしどいやつで、体よくお代を追い払って180両の金を着服して、自分は何にも知らねえ顔をして泉屋に残っている。忠義者の親父に引き換えて、こいつはよくよくの悪者です。恐ろしいやつですね、と私は探索した。そこで一方の新吉はどうしたんです？こいつもまたひどいやつで、育次郎といい取り組みですよ、と老人もまた探索した。伊豆屋という酒屋の女房親へは、前にも言う通り大きい子供の3人もありながら、派手作りで出歩くような女ですから、どうでろくなことはしていまいと思っていると、案の通り噺家の新吉に浮かれて方々で合い引きをしている。それでも上手にやっていたと見えて、近所へは知られなかったのですが、これも女が年上であるだけに熱度がだんだんに高くなる。いくらおしとよしでも亭主がある以上、新吉と思うように会うことができないので、これも駆け落ちの相談。ちょうど泉屋の女房と同じ生き方です。この方は大抵お分かりでしょうが、府中の方角へ新吉が稼ぎに回っている時、かねて示し合わせてある親へは闇祭り見物ということにして、息子や番頭や若い者を連れて大びらで家を出てゆく。そうして新吉の泊まっている釜屋へ乗り込んで、祭りの闇紛れに手を取って道行き、すべてが思い通りに運んで、その夜のうちに次の宿の日のまで落ち延びました。新吉は世間の人に悟られないように、その死の知る過ぎに釜屋を一旦出立して、暗くなってからまた引っ返してきたのです。府中から日のまで一里27丁ということになっていますが、女の足弱を連れて夜道の旅だからはかどらない。八つ
午前2時過ぎにようよう日野の宿に行き着いて、寝ている宿屋を叩き起こして泊まりました。昨日は昼も歩き夜も歩き、その疲れで親へは、日の高くなる頃に目を覚ますと新吉の姿が見えない。親へは家から150両の金を持ち出して、それを新吉に預けると、男はその金を持って影を隠してしまったのです。なるほど、育次郎と同じような手ですね。そうですそうです、さては置き去りを食ったのかと親へも初めて気がついたが、どうすることもできない。巾着に残っている小遣い銭でどうにか宿屋の払いをしてきたが、今さら江戸へも帰られず、男に騙された悔しさと身の振り方に困った悲しさとで、いっそ死のうと思い詰めたのでしょう。それから二三茶どこをうろついていたか知りませんが、その死骸が調布の河原へ流れ着きました。身を投げたんですね。多摩川の深そうなところを探して身を投げたのでしょう。一方の新吉は親へを置き去りにして、またもや府中に引っ返してきて、吉野家という女郎屋に隠れていた。というのは、その店のおつるという女に熱くなっていたからです。親へから巻き上げた金はあり、惚れた女のそばにいて新吉はいい心持ちに浮かれていたのですが、お定まりの血は喧嘩でもう帰るとかなんとか言って、雨の降る中へ飛び出したのが因果、ちょうど足の目にかかってたちまち首根っこを押さえられました。やっぱり悪いことはできませんね。悪いことはできねえといえば、伊豆屋のお代といい、泉屋の親へといい、どっちも同じようなフラチを働いて同じようなしどい目に遭っている。しかもその場所が同じ府中の宿で、同じ闇祭りの晩だというのも、何かの因縁がありそうで不思議に思われないこともありません。そうすると新吉のおっかさんが夢を見た、新吉が血だらけの顔をしていた夢を見たというのは、何でもないことだったんですね。さあ、それについて少し不思議なことがねえでもありません、と老人は考えながら言った。今も申す通り、新吉は死ぬどころか平気で酒を飲んで浮かれていたのですが、親への顔が傷だらけになっていました。どこから身を投げたのかは知りませんが、その後の雨に水瀬が早くなって、親への死骸が流されてくる途中、川の砂利にでも擦られたのでしょう。顔一面が傷だらけで、ちょうど新吉のおふくろが夢に見たような姿でした。してみるとおふくろの夢もまんざら取り留めのねえことでもねえようで、親への魂が新吉の姿を借りて現れたのかもしれません。それとも偶然の暗号とでも言うのでしょうか。そういうことは学者先生に伺わなければわかりません。もう一つの不思議は、例の友蔵が売り物にしていた荒うが、その晩から見えなくなってしまいました。しかしこれは不思議があるほどのことでもなく、どさくさ紛れに綱を切って元の明神の森へ飛んでいったのかもしれません。関係者一同はどんな処罰を受けました？今日の刑法じゃ誰も重い罪にはならねえはずですが、昔はみんな重罪です。まず伊豆屋の方から言いますと、親へはもう死んでいますが、新吉は死罪、しかしお仕置きにならねえうちに老死しました。泉屋の育次郎は主人の女房と密通した上に、
いろいろの悪事を企んだので獄門。女房のお代も死罪になりました。友蔵は他にも悪いことをしているので、これも死罪。いくら江戸時代でも、これだけ一度に死罪を出すのは大事です。泉屋は前の正七の一件があり、またもや死罪が二人も出たので、女房の幽霊が出るの、手代の幽霊が出るのという評判。とうとう店を張り切れなくなって、さすがの旧家もどこへか退店してしまいました。伊豆屋の方は無事に商売していましたが、これも維新後にどこへか立ち去ったようです。言いかけて老人は耳を傾けた。おや、雨の音が。明日の小金行きは危のうござんすよ。雨は明日の日曜まで降り続いて、私の小金行きはとうとうお流れになった。その明くる年の5月半ばに、半七老人の去年の話を思い出して、晴れた日曜日の朝から小金井へ出て行くと、土手の桜はもう青葉になっていた。その帰り道に府中へ回ると、町の外れに鵜を売っている男を見た。かの友蔵もこんな男ではなかったろうかと思いながら、立ち寄ってその値段を聞くと、男はそっけなく答えた。15円。おめえさんは冷やかしだろう。いよいよ友蔵に似てきたので、私は早々に逃げ出した。岡本喜道を作、半七捕物帳より、二人女房、全文読み切り。ご視聴ありがとうございます。